ママキシュウリンラジオ。せいぜいくだらない人生よくれ。そんな口からでまたペラペラと負け犬の方が顔に癒さて。小動画本能蝕む失敗を探して哀れな中国者も無趣に飛びつく愚かな異国者も制約に飲まれる間抜けな犠牲者もどいつもどいつも死なれをしてる。ごめんな気に食わぬだけで袋にしてどうして笑ってられない予想なんだろう。気持ち悪い空気が生徒氏の頭に染みる。どこか耳が割りだ固く顔してた悲しい敗者も権力に群がるの街の主人の名名もなき主人。